北関東選挙区日本保守党の政見放送ですお話は日本保守党代表作家百田直樹さんと日本保守党事務総長ジャーナリストの有本香里さんです皆さんこんにちは私は日本保守党の 百田直樹です同じく日本保守党の事務総長、有本香です私たちは、日本を豊かに強く、これを旗頭に全く新しい政治団体を立ち上げました。自民党をぶっ壊す日本保守党が目指すところは、日本を豊かに強く、えー、日本はこの30年間、サラリーマンの平均給与が上がらない、税金、社会保険料、電気代までもが上がる一方、 国民の生活は苦しくなる一方です、相対的に国力が周りの国々より小さくなっていく、そういう中で安全も脅かされている、この30年間をもっと逆の回転にしていこうというのが日本保守党です皆さん、30年ですよ、30年、30年経済成長しているなんて、これ、考えられません、例えば今から79年前、思い返してください、日本は戦争に負けて、日本中が野球の荒れにされて、そしてアメリカ軍が日本を占領して、日本を調べ尽くしました。 そしてその報告書はその月に上がったんですが、えー、この国は日本は50年経っても昭和5年当時に戻られるかどうかという報告書をやったんです、えー、当時の日本はアジアアフリカを含めた世界最貧国ですその世界最貧国の国が果たして50年かかりましたか復興にかかってないです戦争,負けて戦争に負けて19年目の昭和39年に日本は東京オリンピックを開いて世界中の人々を招いたんですそして同じ年に 当時アメリカもソ連もできなかった時速200キロで走る高速鉄道を当時不可能な技術と言われたこれを東京から大阪まで通したんですそしてその3年後の昭和42年日本は日ドイツを抜いてアメリカに次ぐ世界第二の経済大国になりましたこの間わずか22年です世界最貧国の国が22年でここまで出し遂げたこれが日本人の底力ですしかしながらこの30年間全く成長していないこれははっきり言いまして国民のせいでありません政治の無策以外何 ありません。ではその貧しく弱くなってしまった日本をどうやって豊かに強くするか。そのうちの一つが経済政策、そのうちの一つがエネルギー政策です。私たちは今の再生可能エネルギー偏重のエネルギー政策を見直すことを提言いたします。え、今日本の再生可能エネルギー率は約26%ぐらい。 まあこれは先進国の中では必ずしも多いとは言えないのですが、日本のように山の多い国土で太陽光発電や風力発電をやることは必ずしもいいとは言えません、これは重大な環境破壊を引き起こします、そして再生可能エネルギーというのは大変不安定で高価な電源です、これをどんどんやればやるほど、私たちの電源は不安定になって、大規模停電も起きやすくなる、そしておまけに、 使った電気代だけではなくてそこに再エネ付加金というものが乗ってきて私たちの月々の負担というのが重くなっていますそしてこれはご家庭だけではなくて産業電気代においても同じですこの産業電気代にも付加される再エネ付加金こういう莫大なものを背負って企業がものづくりをすれば 日本の企業は国際競争に勝てなくなくりますですから、このお電力政策、えー、エネルギー政策を見直していく、とりわけ、今、非常に悪者扱いをされている火力発電、ここに日本は大変優れた技術を持っています、この日本の最新鋭の火力発電によって、大変効率がいい、そして CO2 の吸収も9割ほど抑えられる、こういうものがもう実証段階に来ておりますので、こういうものをどんどん導入していって、私たちに安定的で安価な電力供給が 実現されるような政策これを私たちは訴えていきますこのようなことを言っている政党は今、国政の中にありませんあの30年間、給料上がらない,上がらないのは、もういくつも理由があるんですが、そのうちの大きな一つが移民政策です。 えー、経団連はですね、えー、労働力が足りないということで、えー、政府に突っついて、そして移民枠がこの20年、30年、どんどん広がっています。今、もう年間ものすごい数の移民が、人が入ってきています。えー、この移民はですね、えー、労働力が足りないというのは、これ半分嘘で、本音は、安く働いてくれる労働力が足りないということです。えー、したがってですね、えー、どんどん外国から入ってくる労働者が、はですね、非常に安い賃金で働きます。そうなると、当然、私たち日本人の国民の給料も上がりません。 はい、でなおかつ、野放ずら移民政策はです、ね、それ以外にもさまざまな問題を引き起こしています、えー、それは、えー、治安の悪化、そして教育現場の混乱、えー、さらに福祉のただ乗り、まあ、それ以外にもいろいろあるんですが、私たちはこういうその野放ずら移民政策を見直していきたいと考えております。はい、私たちの移民政策の見直しは、外国人排除、外国人排斥では決してありません。日本のルール、ー価値観、 こういうものにのっとって活躍をしようという外国人の方はウェルカムでございます次に経済をあるいは日本国民の生活を良くしようと考えたときにどうしても考えなければいけないのは税金についてです今国民の皆さんが物価が上がって非常に生活が苦しいその割には賃金が上がっていかないという状況の中でなぜ消費税は10%のままなのでしょうか この消費税、えー、可変性のあるものですから、みんなの生活が苦しい、あるいはデフレを脱却しきっていないというときには、一度8%に下げてみる、こういうことを私たちは提言していきたいと思います。そして、税率が下がると、税収が減るのではないかという、こういう疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれませんが、私たち日本保守党の共同代表、おつい先日まで名古屋市長を務めていました川村隆は、名古屋で史上初めて市民税の減税を行いました。 河村市政の間ずっと名古屋は年間100億円のお、まあ、市民税減税を行ってきたわけですけれどもこれによってむしろ名古屋は税収が増えた、えー、皆さんがいろいろとお金を使いやすくなったおかげで税収が増えたと、まあ、こういう実態もあるわけですですから私たちは減税によって、えー、皆さんの懐を温めて経済を活性化してそして経済のパイを大きくするとこういうことを考えていきたいと思っています。あの経済が強くなれば それで国を守れるんですあの、えー、我々は、えー、日本を豊かに強くてありますがこの強くというのは安全保障ですがこの安全保障を支えるには何よりも経済力がないとダメですはい、安全保障の状況はもう今本当に緊迫してきています、えー、先日中国は台湾海峡を取り囲む形で大規模な軍事演習を行いましたそして朝鮮半島でも大変緊張が高まっていますこういう状況の中で今の日本は 本当に私たちの国を、国民の命を、領土を、領海を、領空を守ることができるんでしょうか。私たち日本保守党は経済を大きくして、 日本,人の日本の国力を大きくし、日本人そのものを強くするだけではなく、安全保障に現実的に向き合っていきます。そのために憲法9条改正、憲法9条2項を改正して、日本をきちんと守れる国にしていく、そして必要な場面ではきちんと反撃できるという体制を整える、自衛隊法を改正する、こういうことを政策として掲げてまいります。あの選挙になりますとです、ね、多くのお候補者が、日本を変える。 あるいは日本を改革する、もうこれを本当にお題目のように捉えます、しかしちょっと待ってくれと言いたい、日本を勝手に変えるな、勝手に改革するな、日本には2000年続いた素晴らしい伝統がある、外国にはない、もう本当にもう見事な文化がある、これをですね勝手に変えてくれるなと私たちは思います、私たちは日本保守党は日本を守りたい、この精神です。日本を守るというときに、まず考えなければいけないのは、口頭の問題です。 近所陛下まで126代、約2000年続いたこの高等を守るために、私たちは現在の皇室典範を改正して、そして高等、えー、が男系男子で続くように、えー、考えていきたいと、このこともしっかりと提言していきたいと思っております。そして加えまして、最近、えー、自民党、与党を中心にです、ねえー、通りました LGBT 理解増進法、まあ、これのお非常なリスク、例えば特に子どもたちの教育現場にです、ね、こういうものを持ち込むことによるリスク、これはアメリカや ヨーロッパでですすにに健全化されています lgbt の方々に対してて私たちはは決しし不寛容なものではありませんしかし、日本的に今までそういう方々も包摂してきた、この伝統を大事にしながら、私たちは誤った、非常に過激な価値観を変える政策は正していきたいと、このように考えていますあの短い時間では、私たちの主張はすべて通りませんが、えー、お伝えすることはできませんが、私たちは最後に言いたいのは、日本人はもっと、 幸福になるべきなんです。なぜか、日本が世界で最高の国だからです。皆さん、えー、私たち日本保守党、どうか応援してください。よろしくお願いいたします。北関東選挙区日本保守党の政見放送でした。